さて、君たちには人この結果は例えば人間の心けれど、心が枯れるとどうなるかわかるか？何の感情も持たない。正解だ。そうなってしまう。研修期間どちらの場合でも、また例外として、最後に万が一は、その他し、おい、そうやっていつも、お前、俺はただまっすぐに、どラピス。いよいよ明日か。そうか。でも本当のことを言う。何が多そう。そうだ。信仰を深め。考えてみれば、なんだその。はい、ストカルセドニー。カルセド。俺は執務にも。ラピカルセッキュはあ、いいか、このまま愛読れ、俺たちに卒業までに魔力でトップに立つことはもう無理だろう。だったらここで頑張る以外、実践家は魔力の強さはもちろん重要。今回の研修結果、あ、バカ、何も、いや、え、例えば細かいことはいい。カエルさんはお天気の日は元気がなくても、ものの例えだ。タヌキさんは晴れた日、そうだ、いやいやいや、全然、つまり誰しも、例えばな、タヌキさんの話はだから、そろそろ持ち場に戻らないと。別にお前を、お二人は第一、それに他に、あたしの可愛いで、なん、あんたの気持ちはもっと、はあ、あんたの、こら、そ、あんたは私、ん？それ、あんたのこと、それに何か。
なんだ、起きてたのか。俺の勝ちだな。ああ、仕方ないな。賭けをしてたんだ。お前が緊張もせず無神経に眠ってるか、それとも不安で寝れないでいるか。俺は後者に賭けたからか。負けた方は勝ったやつの代わりに夜勤に一回多く出ないとならないんだ。悪い、今のは冗談だって。おい落ち着け。本当に悪かった。おい、ユークも謝れよ。いいか、俺の手元を見ろ。ラピスちゃんごめんね、悪気はなかったんだ。ケロケロ、明日はきっと雨だケロ。どうする、ユーク、全然受けなかったみたいだ。どうする？じゃあない。なんでカエルなんだ、俺もびっくりしたぞ。それはいつかラピスに見せようと一生懸命練習してたから。あ、もういい、お前は喋るな。茶化すつもりじゃなかったんだ。ただお前の様子を見に行く理由をつけたくて、俺が賭けなんて言い出しただけなんだ。最初から素直に様子を見に来たって言えばよかったな。悪かった。その不安で眠れないなら、あ、もしかしてもう寝るつもりだったか。だったら俺たちも。おやすみ。おや。ラピ